ファーストとセカンド、2小節目の4拍目、四分音符に、タイのようなものがついています。次の小節に、音符は書いてませんけれども、スコアにも書いてある通り、その音は次の小節まで被るようなイメージで演奏するようにと書いてあります。ですので、練習方法としてはまずその2小節間だけしっかり練習する。タンタタ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 ン。でそれで癖をつけましょう。その4拍目のイメージをしっかり持つ。でどうしてももうその4小節目にはすぐ入るって思ってしまうと、その音の処理とかが雑になりがちですので、まずその2小節間をしっかりきれいに遠くに飛ばす練習をしておくと、その後3小節目でまた元に戻っても全然楽勝で戻れるので、そこは2小節間をファーストセカンドでしっかりその音の長さを揃えておきましょう。その後、練習番号の B からですけれども、山形アクセントがついてます裏拍、これはもう打楽器的に決めるところですので、バッ短くしっかりクリアに演奏してください。15小節目バッバーバッ、ここも山形アクセントに、テヌートがついてますけれども、そのテヌート感をしっかり出すように、ダダダッバッ、クリアかつもうその、まあ、四角い感じっていうのかな。で、きっちりがっつりガチッと、そこが決まるととても締まります、バンド全体が。ですのでしっかり合わせましょう。その後 C からですけれども、フォルテシモで、全員でのメロディーになります。中低音域、音域が割と低いところでのメロディーになりますので、口先でこうパッパッパッパって演奏してしまうと、ホールに行った時にどうしても音が散った音だけになりがちですので、練習の段階ではとにかくゆっくり少し長めに練習してください。タタ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 タ、一個ずつしっかり中身がある音色で練習すること、それは何回もやっているうちに、テンポをちょっとずつ上げていっても、ちゃんとその音の中身を意識しながら演奏できるようになると思います。あと音程もゆっくりからやることで全員がしっかり音程とか音色とか回せやすくなってくるので、ゆっくりやる練習は非常に大事です。頑張ってください。次、練習番号の E からの裏打ちですけれども、裏打ちは基本的には短く軽くという感じです。上の方でメロディーが、流れていますので、例えばそのメロディーがちょっと余興がついてるなっていう時に、ちょっとそういう楽譜には書いてないですけれども、ちょっとそういうフレーズを意識しながらやると、テンポのノリとか、ただ機械的に裏打ちをしてるっていうんじゃない、こうちょっとあったかい感じっていうのかな、ドライブ感が出せると思うので、ただの裏打ちですけれども、テンポもしっかりキープしなきゃいけないですけれど、メロディーもいつもちゃんと耳に入っているようにしてください。音程に関しては必ず1個ずつ長い音符で合わせておくようにしておきましょう。その後練習番号の G も一緒ですね。シンコペーションと裏打ちです。バン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 、軽やかに、ここのシンコペーションは、いわゆるシンコペーション、パッパンパッパッパンパ、スタッカートアクセント、スタッカートのような形になりますので、1拍目の裏それぞれ G からの、1拍目の裏に当たる音はちょっとアクセントチックにバーンパクリアに入って、残りの音を軽く短く演奏するようにすると、とても生き生きした感じが出ると思います。練習番号の H からですけれども、こういうところは割と16分音符が聞こえにくくなる、バンドが多いです。ファーンラッタ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 ッみたいに、なのでタタンタタタッ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 タンタタン、16分音符はしっかり大きめにすることと、大きめに吹くっていうのはタンギングを強くすることではなくて、音自体をしっかり大きく出すことなので、こういうところもゆっくり練習して、ゆっくり長めに練習して、タタンタタタッ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 タンタタン、音の中身が短い音ほどしっかり音の中身が意識できるように練習しておくと、インテンポになった時に全ての音がしっかり聞こえてくるようになると思います。その後は、K からですね。K からの、まあ、メロディーですけれども、ワンフォルテですので、バンド全体が一番最後で結構盛り上がってきてると思いますけれども、あんまり頑張らず、軽やかさは一応キープしておいてください。アクセントは書いておりますけれども、ワンフォルテです。その後103小節目、ソウルツ&でグリスサンドが書いてあります、が
この音、アクセント、杖の音にアクセントありますけれども、その降りた歯の音が聞こえないとしょうがないので、ダーッタ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 ッ、その歯の音をしっかりちゃんと意識してグリッサンドがかけられるようにすると、全てがグリッサンドの感じもよく聞こえてくるし、メロディーとしてもすごくいい感じで聞こえてくると思います。一番最後、バンババンの決めの音ですけれども、ここも山形アクセント書いております。16分音符も山形アクセントですけど、先ほども言ったようにあんまりタイミングでこうきつくパパンって吹くんじゃなくて、ちゃんと音の中身がある16分音符で演奏すること。一番最後の四分音符に関してはバンドがどのぐらいの長さで吹くかをしっかり、それに合わせて、長さを決めて揃えましょう。